こんにちはこんばんは。ゲーム動画でいこうです。焼、えー、き粉記念競輪最終日。12レース決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、ご覧のメンバーですね、9人。えー、地元からはですね、えっと、諸,諸橋恵、えー、藤原典正だったかなが、えー、勝ち上がってまいりました。 そして、えー、っと、SQS 班は、清水。これが、えー、っと、1着3回の完全部位を今回狙ってまいります、えー。そんな中、私の本命ですが、えー、っと、おそらく一番逃げるのが4番車113期ルーキーの松井じゃないかなと思いまして、えー、それに乗る形になる渡辺裕太。 を本命にしたいいと思います最近あの積極的に行ったりし逃げたりして上位でも戦えるようになっているので、えー、こちらを本命にしたいと思いますただしえー、っとそう諸橋地元諸橋連れている小林同じ113期の小林も、えー、準決勝1着になって、まあ、これはまくりだった。 バックを取ってないまくりだったんですが、それで、あの、後ろを引き出すような競争がしたいとなって、叩き合いになった場合は、SQS 班2番社の清水で、え、のまくりが飛んでくるんじゃないかなと思い、思います。えっと、私は、んでも、あの、松井と小林の差はあると思いまして、 松井が最終的に先手を取って、えー、渡辺をまくりだと思っております、えー。もう少し詳しく見ていきましょう。ご覧の9人。えー、バック回数はヨー,ー車松井が13回ですね。ちょっと切れてしまって申し訳ないんですが、13回で圧倒的。えー、続いて10回の渡辺優太。優太これがあのタッグを組むことになるんで、えー、っとこの機関車は協力ですよね。3番目が えー、松井と同じ113期の小林、群馬、これがあの地元、諸橋、藤原を連れます。以下、柴崎、えっ、ー、と、えー、清水も6回、えー、柴,柴崎4回、えー、清水祈る山,山田洋平が3回となってますね。 えっと、ホーム回数になっては最近積極的な渡辺裕太が11回でトップで、松井はちょっとかましいあたりが得意なんで、はい、ちょ後続距離的には不安があるかもしれないです。小林も同様ですね。逆に行ったら清水の方が、粘っこい競争はできるとは思います。その辺が、ま、えっ、ー、と、その辺後続距離が、 に不安があるのが松井と清水どう判断な、えー、どう影響するかですよね。三連打のシリーズって言ってもこれまだ売い出されたばっかりです。えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、一応清水、諸橋、渡辺優太となってます。まあ、これですね、えー、このメンツで見ていると結構この 公式の印って結果あの人気に影響があるんですよね。なんでこの印がついてるとちょっとにあのオッズが下がりやすい、人気になりやすいっていう気はします。まだ始まったばっかりなので何とも言いませんが、そのその 傾向は頭に入れてもいいいんじゃな,いかなと思いますえっ、ー、と3日間の成績見るとやっぱり清水が圧倒的1着1着1着ピンピンピン,ピンやっぱり実績責任感っていうのは重いですよね2連対率がそんなに高くないんで調子は上がってると見てもいいと思います地元物橋もあの初日こそ 4着ですけど二次予選からは1着1着と順調に勝ち上がってますね地元にかける維持が見受けられますえー、っと113期松井も小林もいいですね松井は安定した実績そして小林は準決勝で、えー、渡辺優太に先着したという、えー、お大番狂わせを見せてくれました この113機の競争もポイントだと思います。では、じゃあどうするかというんですけど、意外とこれ、あの誰が逃げるか、逃げに行くかって言ったら松井だと思うんですけどえ、意外と難しいなっていう気はします。意外と買いづらい。まあ、買いづらいかな。結構、 場合によっては乱れる可能性がある。まあどんな展開でも清水が来るような気はするんですよね。まあポイントは松井が先手取った先行は間違いないでしょうからそこであの地元諸橋藤原連れた小林が松井にどこまで抵抗させるするか足を使わせるか。 松井が足を使えば渡辺を早めに踏み出していかざるを得ずに最近粘っこい競争するとはいえ足使ってしまいますからね足使うだからその抵抗がなければ渡辺だと思うんですけどやっぱりそんなすんなり松井簡単にすんなり先手取れるのかな小林の抵抗に合うのかなという。 気はしますそうなったらやっぱり清水とか柴崎とか柴崎も短期ではありますけど短期でまあ清水いかれて力も落ちるしやや落ちるしかつ短期っていう不利さもあるし状態もそんなにいいとは清水ほどいいとは言えないんですべてを面で柴崎を取ってるんですけどやっぱり一発なんか意外性があるんで。 その辺はあのちょっと期待してもいいととは思うんですねあと地元の諸橋を維持ですよね松井と小林が並走になった時に諸橋がこの渡辺はどかせないとしても岡村どかしていくかもしれないっていうところですよねまあポイントはやっぱりあの松井が先手取るときにどれぐらいあの小林に足を使わせるされ かと思います。一応それでも、あの、結果的には松井ができるから、あとは渡辺がこの辺何とかして、番手から出て、決着するんじゃないかなと思うんですね。まあ、ただし渡辺も結構足使うと思うんで、裏は返しておかなければなりません。 つまり、えっ、ー、と、渡辺岡村で切った際に、えー、岡村に刺される可能性もある。また、清水のまくりが届く可能性は十分あると。あと、柴崎の意外性の一発ですね。そして最後に、地元諸橋、意地で、えっ、ー、と、地元バンクで突っ込んでくる流れ。うん、こちらはですね、2着でいいのかなという気もしますが、一応、あの、 書くのがめんどくさいので裏返しておきます。まあ、この13は押さえでいいと思います。13とか、まあ、73、柴崎の頭は押さえでいいと思うんですけど、えっ、ー、と、岡村と清水は、あの、積極的に返し,返しておきましょう。逆転の一着あると思うんで。どちらにしても、小足、多少足。 わされてもがでできるんで渡辺が清水のまくりに合わせてまあ、柴崎が先まくり打つかもしれませんが、えー、清水か柴崎の幕に合わせて発信して、えー、連に絡んでくるんじゃないかなと思います積極的優勝と言えないのはやっぱり小林が小林を抵抗に祭りがあっちゃうからっていうところですよね、まあ あの、すんなり行くんだったら清水でもいいかもしれません。まあ、ただし、その単位山田がついていけるのか、他の機動力タイプ、特に柴崎とかの縦足にやられるのか、渡辺も自力チェンジするかもしれませんしね。そこら辺は、あの、清水でも、 結構、紐2着はもつれるかもしれないですよね。私は、え、渡辺を本命にいたしました。はい、以上、え、ヤヒコ記念決勝戦の予想をお送りいたしました。え、ぜひぜひ、え、チャンネル登録、ご協力よろしくお願いします。え、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしくおみてください。 この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストの、えー、画面が表示されます。お時間ありました。見ていただければ嬉しく思います。さあ、えー、ヤヒコ記念、いよいよ決勝戦になります。ちょっとあの、台風の進路が、えー、心配ではありますが、えー、113期フレッシュな戦い、えー、清水の SS の維持、そして地元、地元で燃える、 諸橋や藤原に期待したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。